もともと面識自体は僕バチェラーの親友ですから、キャッチコピーが僕はバチェラーの親友で始まってますんで。あのサブスクリプションというのはもうあのその通りそのままで、もうそれぞれの商品ごとに、月のお値段が設定されています。椅子だったら月、500円ですよ、ソファーだったら大体月3000円ぐらいですよっていう、それぞれの商品ごとにお値段がついています。そのままいらなくなったりだとか別のものに、交換したくなったらば、すぐにこの交換だとか返却ができますよ。まず一つこれがサブスクリプションということで、皆さんからこうお返しいただいたもの交換したいよとか返却したいよっていうので返ってきた家具に関してこれまた次に回すっていうことを我々強く意識しています。でただなんかこう普通にこう使い古されたのが、次に回ってくるだとこれやっぱり使われる方があんまりその気持ちよくないなと思っているので、例えばテーブルなんかであればこの天板がこう汚れちゃったり傷ついちゃったりしたらばうちの方の中にあの社内の職人がですね全部これ削って塗装を剥がして削ってまた塗装をし直してっていうふうに、まあ、要は生まれ変わらせて次のお客様のもとに届けるなんていうことをしています。サブスクリプションに適したこうものづくりをしたいっていうあのそんな思いからですねあの D2C っていうこの業態を強く意識しています。今までって家具ってこう使っていらなくなったらこうもう捨てちゃうっていうのがほぼ当たり前、まあ、一部この C2C のサービスとかってあるんですけれどもなかなかこう家具を個人でこの送るとかってこう配送がものすごく大変なんですよね。でまあ、あとはやっぱりその汚れ問題みたいなのがあったりするので我々がこのサブスクリプションの業者としてきちんとあのお預かりをしてまたリフレッシュして蘇らせてこう次に回すっていうこの家具をこの、まあ、持たない捨てない社会みたいなこれを作っていきたいなっていうことを意識しています。だからサブスク D2C、SDGs これがこの我々の特徴です。改めてミラーピットと申します。よろしくお願いいたします。我々自体はですね去年の7月28日に創業したばかりのまだちっちゃいベンチャーなんですが、このコロナ禍で、まあ、あのライフスタイルが激変したんですがやはり健康とか、自分をきれいでさせたいという思いをですね、どうにか外部環境とかに左右されずに提供できるサービスはないかと、いうことでこのサービスを生み出しました。全身鏡を使ってトレーナー、鏡に映ったトレーナーと鏡に反射した自分の姿を照らし合わせて正しく動いているかどうかのフィードバックを自分自身で確認する、さらには AI のカメラによってそれをサポートしてもらうことで正しい成果を得てほしいですというのが我々のコンセプトです。生まれたその日から今日まで鏡を見ずに生活する日ってほぼないんじゃないでしょうか。その鏡であれば IoT 化して多機能化が進んだ時に人々の生活をサポートする新しいホームガジェットの中心になる存在だと私は信じています。まあ、これをしっかりと一家に一台、ないしはこういうシェアオフィス、あとは今導入が進んでいるのはホテルのスイートルーム、ホテルのジム、タワーマンションの共有、こういったところに今我々は導入をさせていてですね、いろんなところに人がいなくても人がいるようなサービスを提供できるような仕組みを今作っています。芸能媒体、そうだそうだ、最近の恋愛事情とかね、コロナ禍経験が変わってきた僕はもう今あの普通に一般の方と付き合いをしているっていうのは、はい、あの全然ありますね、はいはい、であと最近犬も飼ってたりするのであの仕事犬のひたすらその生活です。昨日はもう仕事終わったら犬の世話をずっと夜通ししてっていう、はい、その生活をパパみたいな、はい、久保さんが言ったということで僕もちょっとねお話ししなきゃいけないこと僕はもう全然誰とも付き合ってないんですけど去年の10月、11月ぐらいですかね、バチェラレッテの放送が終わって僕モテると思ったんですよ。いやようやくフォローも増えてこれなんか人気者になる全然ね、誰も来ないんですね。なんでなんでしょう。なんかそういう時期ありませんでした。バチェラ出終わった後って注目度上がるけどなんかあんまりこうモテなくないですか。いやもうあれに出たことで何も変わらな いですよね。いや逆になんかこの痛い目で見られることの方が多い。人前で婚活とかしちゃってるみたいな感じになるんですよ、うん、皆さん本当なんか思いのほか好奇の目では見られるんですけど、うん、あんまこうガチな、ね、恋愛をしてくれないですよね。ならないね、はい、あのそうなるんでだいぶ時間かかりました普通にちゃんとお付き合いするっていうところに至るまでは、はい、そのいろんなのに出させていただくのじゃなくて もうとにかく今も事業を一本でみたいな形で、うん、はい、
ようやくなんかリハビリが終わってちゃんとした生活を送れてる感じがしますね。わかりました。